今日はジャパニーズでもスコッチでもなくアイリッシュの注目ボトルを飲んでまいります。はい、皆さんこんばんは。クレイジーバーテンダーのケンです。今回なんですけども、最近話題になっているアイリッシュウイスキーのニューフェイスを一つご紹介してまいります。それでは早速登場していただきましょう。こちら、じゃじゃーん。こちらアイリッシュウイスキーのバスカーでございます。よいしょはい、というわけなんですけども、こちらのアイリッシュウイスキーバスカーは皆様ご存知でしょうか。こちらのウイスキーは僕のお店のお客様をはじめ SNS でもレビューしてほしいとの要望が数多くあったボトルになりまして、昨年の10月に販売が開始されて以来、ふつふつと人気が高まってきているウイスキーになります。こちらのウイスキーが作られているロイヤルオーク蒸留所はアイルランドのカーローという土地で2016年に創業を開始し、シングルモルト、シングルポットスチル、シングルグレーンという3種類のウイスキーを作り分けることができるアイルランド唯一の蒸留所になります。それで今回飲んでいくこちらのボトル、バスカーはバーボンダル、シェリーダル、マルサラワインダルの3種の熟成樽を使用して作られたブレンデッドウイスキーになりまして、熟成年数は無表記のノンエイジ、アルコール度数は 40%、 価格は2000円前後で販売されております。アイリッシュウイスキーといえばジェムソンやカネマラ、ブッシュミルズなどが有名どころではありますが、今後のアイリッシュの勢力図を書き換えてしまう可能性を秘めているこちらのバスカーを本日は飲んでいきたいと思います。それではお待たせいたしました。まずはこちらバスカーをストレートでご用意しております。それでは早速香りの方から見てまいりましょう。はい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 、そうきましたか。こちらまず香りの第一印象は、蜂蜜を思わせる甘い系統のアロマといったところでしょうか。そして分かりやすくバニラ香の主張も感じられますし、バナナや桃を思わせるフルーツの香りも漂ってまいります。あとはね、これはちょっと独特な表現ではありますが、少しね、風邪薬シロップのような甘くて苦い系の香り、こちらも感じ取ることができます。こちらのウイスキー、香り立ち自体は若干弱め、そして鼻をつくようなアルコール刺激はほとんど感じられないといった印象です。はい、それではお待たせいたしました。早速こちら味わいの方を見ていきたいかと思います。いただきます。うーわー、ライトな飲み口に雑味のないクリアな味わい、これはいいですね。こちら安定の耳でございます。まずこちら味わいの方ですが、舌にのせると大麦由来の甘みが口全体に広がります。こちらの甘みに関してですが、チョコレートのようなニュアンスもありますし、それこそ香りを嗅いだ時に感じた風邪薬シロップのような甘さのニュアンスも感じ取ることができます。このように味わいの前半部分ではしっかりとした甘みが中心の構成になっていますが、徐々にですね、シナモンを思わせる少しスパイシーな味わいも顔を出してきまして、喉を通すと若干の香ばしさと風邪薬シロップのようなほろ苦い味わいが余韻で持続します。こちらのウイスキー、全体的に味わいの主張は強くはなく、コンパクトにまとまっている印象ですが、雑味がないクリアな味わいのため、クイクイ飲み進めてしまいそうな印象ですね。ボディも比較的軽めですので、何か甘めのスイーツなどをつまみに飲んでみても面白い一杯かなと思います。うわー、この軽めのボディでクイクイいけるあたりがアイリッシュの大きな特徴でもあるんですよね。はい、それでは最後にこちらはやっぱり炭酸割りでもう一杯だけ飲んでみたいと思います。
はい、それではお待たせいたしました。ラストはこちら、バスカーを使ってハイボールをご用意しております。それでは早速飲んでみたいと思います。いただきまーす。やっぱりこちら予想通りハイボールにして間違いないですね。こちら安定の耳でございます。こちらのウイスキーストレートで飲んだ際も軽めのボディが特徴的でしたので、ハイボールにするとキリッとした喉越しが爽快な一杯に仕上がっています。こちらストレートで飲んだ際に味わいの主張は強くないと言いましたが、ハイボールにしても大麦由来の甘みや風邪薬シロップのようなほろ苦さは穏やかに感じ取ることができます。こういった一杯は食事のお供に生きてくるかなと思いますし、とにかく一杯目に喉を潤したい、そんな時にもってこいなウイスキーかなと思います。本日も美味しく頂戴いたしました。それではお疲れ様でした。本日はこちらアイリッシュの注目ボトルバスカーを飲んでいったんですが、いかがでしたでしょうか。いやー、こちらのウイスキーストレートでも全く雑味がなく、クリアに甘さ中心の味わいが楽しめる良質ボトルかなと思いました。スコッチやジャパニーズ、バーボンとは一味違う、ライトで軽やかな味わいを求めている方におすすめしたいウイスキーですね。こちらのボトルバスカーは昨年末に発売されて以降人気が高まってきている銘柄ですので、気になる方はぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。はい、というわけで今回の動画は以上になります。こちらの動画気に入ってくださいました方は高評価チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。またねー。